はい、えー。皆さんおはようございます。えー、46日間チャレンジ、えー、4日目始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。行政手続き法の条文、えー、見ておりますけれども、今回は第4条、4日目なんでね、えー、第4条を見ていきたいと思います。昨日、第3条の適用除外について説明をしていきましたけれども、4条も適用除外なんですよね。で、この4条については条文が非常にこう読みづらいというか、うーん、まあなんかあんまり、 ええ、頭に入ってきづらいところなのかなというふうに思うんですけれども、結構ね、あの、見てると面白かったりとかするので、見ていきたいと思います。第4項から成り立つ法律、あの、条文になりますけれども、まず第1項を見ていきましょう。第1項、この国の機関とか地方公共団体という、まあ、国とか地方という機関がする処分行政指導届けで、これらについては適用除外ですよって、 書いてあるんですけど、このッコ書きのところっていうのが読みづらいんですよね。処分と届け出に関しては、ッコ書きが書いてありまして、なんて書いてあるかっていうと、これらの機関または団体が、その固有の資格において、当該処分の長手人となるものに限るっていう、そういう言い方で、何言ってるか分かんないですよね、なかなかね。固有の資格って何なんだろうかっていうことなんですけれども、 例えばですけれども、警察官の方が、警察官の方がですね、まあ、あの、刑事ドラマとか見ていますと、あの、拳銃を使用しますよって言ったとき、刑事さんとかだと、私服警官のね、あの、刑事さんとかだと、警察内部でですね、拳銃の携帯の許可、これをもらったりとかしますよね。 あるいは、あの、パトカーを使用するっていうのも、実際なんかこう、使用許可を取らなければいけないとかですね。で、これって許可とか、あるいは、あの、発砲した後の報告であるとか、あとは内部でやる届出っていうのもあるじゃないですか。要するに、その、公務員の方とか、その国の組織の中、情報公共団体の組織の中で、えー、許可を取るとか、届出をするっていうことっていうのがありえますよね。で、 これらっていうのは、じゃあ、我々が、我々主人がですね、同じようなことができるか、例えば、警察官の方と同じようにですね、拳銃の使用許可、携帯許可、あるいは、あそうですね、パトカーの使用許可、これを、 私が取れるかって言ったら取れないですよね。この人は警察官というそういう特殊な立場にあるから、そういったことができたわけです。警察官という固有の資格があるから、そういった許可とかですね、届けで、こういった行為ができるということになってまいります。ただ、 実はですね、あのー、これは、えー、先日出てた行政の棚卸しの結果とか見ててもですね、実はこういうことがいろいろありうるっていうことで書いてあったんですけども、えー、例えば、あ地方公共団体がですね、最近は、もう自治体として飲食店を運営するとかですね、えー、まあ路線バス事業をですね、運営するとかっていうのがあり得たりするわけですね。で、この自治体なんかが、あ飲食店の許可をするっていう場合、これは、じゃあ、 自治体だからこそ飲食店、例えばラーメン屋さんのね、営業許可が取れるかっていうと、そういうことじゃないですよね。これは私だって設備を整えれば取れるわけです。固有の資格に限られない一般市人と同じ立場で取るわけなんですよ。要するに、 地方公共団体だからといってですね、あの、好き勝手に飲食店を始められるかというと、そういうわけではなくて、食品衛生法に則っ,って、我々が申請すると,ときと全く同じようにですね、衛生管理とかもして、で、申請をしなければいけないとういうことになってまいります。要するに、一般国民と同じ立場で、そうやって許認可申請をするとか、届出をする。こういったものについては、それは行政手続き法の範疇ですから、それはいいんだけれども、 公務員とかそういったこの国の組織内部でのですね、特殊性、特殊性がある固有の立場で行うような処分とか届け出なんかに関しては、そもそも行政手続き法というのは念頭に置いてないものですから、あこれが適用除外というふうに書いてあるということになります。よろしいでしょうか はい、で第2項、第3項のところはあの、1項が国の機関、地方公共団体についてということなんですがえ、2項については特殊法人とか認可法人について。で、3項についてが指定法人の中でも、まあ、指定検査機関というのがあったりとかしますけれども、この指定検査機関がすることなんかに関して、え適用除外ですよということになります。1項のところをとりわけですね、理解しておいていただければいいかなというふうに思います。 で、第4項に関しては、えー、これは命令等を定める行為について、第6章の規定を適用しないということになりますけれども、あくまでやはり国の機関が行うような行政立法に関してということですね。まあ国の機関に関するですね、行政立法に関する、関して、国の組織に関する命令、 なんかに関して適用除外というのがまあ掲げられているということに、 なります、まあ細かいようですけれども、あの、3条の2項にもですね、この命令等を定める手続きの適用除外というのがありますけれども、まあ3条の2項というのは、まあ一般市人とかにも関わりがあることだったりとかします。えー、それに対して4条4項に関してはあ、これはもうこの国の組織内部でのですね、えー、お話ということにはなります。まあかなり細かいですけどね。とりわけ4条に関しては、1項のところ、 この意味合いが分かるっていうのが非常に重要かなというふうに思います。まあ、あどのみち3条、4条の適用除外のところっていうのはなかなかね、あのー、まあ大変と言いますかあ、読みづらい条文ではありますけれども、ここが読めたら第5条からはイメージがつきやすいところになるかと思いますから、あまずはこの適用除外、細かいところを乗り切ったということで、えー、今日のチャレンジは終了ということにさせていただきたいと思います。 じゃあ、えー、今日はここまでにさせていただきます、えー、また明日も頑張っていきましょう